きましたけど。40グラム。ベロンって言って、まあ、もうどうなんでしょう、崩るとか、これが当たってもちぎれないんです、これって。わざとこういう形で、もう横だけ一回入れちゃうんですね、もうギリギリまで。で、縦に入れるときは、ここを無視して、これぐらいで入れるんですよ、これ。ただ、絶対にそのシーリングで切り落とさないんですよ。やった方が、これ。強すぎるって、でそれでこうピンってなっちゃったり、あ、どうせもう一回塗るんですよ。あと強すぎだと思います。ベタッベタッと乗っけて、酒飲みながら、うん、また言ってたんですけど、うん、もうちょっと剥がせって言えない。
来てたお客さんにモテるのにすごく光ってたんですよ。また撮りますか。ありがとうございます。さっき左側塩の工場。あ、そうか。スタートのところだっけかな。下の方が薄いのか。同じライン。まあでも、うん、そう今回もう汚れ防止目的じゃないんで、別に工場出てるっすよ。え、今日だからあれ検品でしょ。あと7分。何出てる？十分。一回ペチャ塗りの方がいいかも。一回ずつラインを入れた。うん